カエルだよ。今アイコン、水かけられるアイコンやられてそういう使い方するんだやかましいわちょっともういち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 ちゃちゃ入れてくるからやりにくいわ。怖い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 、なかなか怖いわ。怖い怖い怖いやべえちょやめて、ほんとこれちょっとしたいじめでしょ。もうちょっと圧がかかった。オッケー来い。めっちゃ圧かけてくるわ。ちょこっちで、こっちはだってねえ、素人でビギナーですから。ちょっと待って。ちょっと待って。いや、何もしないでしょ。なんでこんな。何もしないのになんか、いちいち飛び道具つけ、な、やってくんね。怖い。オッケー。負けんわ。オッケー。よし。幕仕立ててやるわ。今までゲームとはまた違うところで。やられてたからって言ったらもうないわ。あ、終わった。
もういいや、おしまいだね。めっちゃバレちゃった。今の親でかつ立場がその相手より全然そのチップ持ってたら、それで足元見てあの引っ掛けられるんだ。逆にその自分が全然持ってなくて引っ掛けても、相手のその持ち比率からしたら全然ね、ビビたるものだから、まあそれであの同じように、まあ時間来ない、あーなんかね、社会がそういう風にデザインされてないから、そうだわ、だ親だと引っ掛けられるわ、そう、うん、その出す順番的に234、あのみんなよりあの一番最後だから、一番最後に見てから、まあ、そのレイズする
その割合決められるから。でそのレイズするもないや。これ完全に頭いい人が勝つ世界や。麻雀と同じで一見運要素があるっていうふうに思えるけど、ベッツしようか。ゲイ。これで60とかだとフォールド、まあ いや60でしょ。あっち290しかないから、あフォールドしちゃった。そうで比率がやっぱりそうだ、60だとあっちがそうだ、あれが1453456ゲイ。あれそうだ、相手の持ち分にもよる。相手がもう桁外れに持ってたらね、60、今のケースで60とかやっても余裕で、あの余裕でねベットできちゃう。チェックってことは入ってないから、まあ、80ぐらいでふっかけよう。お、あ曲げた、やべ。しょう、ダメだね。ゲイ。配達先目の前、これだ。